めっちゃかっこいいです、正直。やってることがおしゃれですね。トレッドもね、まあ、ジローが、旧モデル、ライダンスとバッチをね、両方持っていって、履き比べをしようと思います。はい、1本目上がってきました。で、まずはね、ジローのライダンス、ライダンスをね、履いて、下ると思います。もうね、2年ぐらい使ってますけど、まあ、特にね、不満なく、使ってきました。ただね、実はもうすでにね、前回、新しいね、ラッチを使って、結構ね、がっつりライドをしましたけど、ラッチがね、押し上り、押し上げがね、めちゃめちゃ良くて、柔らかい割に、ちゃんとグリップして歩きやすくて、押し上げもね、そんなに苦にならないというか、実は、ビブラムソールのこの前作、今履いてるライダンスよりも、新しいね、ラッチの方がね、歩くときはめちゃめちゃいいです。で、まあ、乗ってるときはね、そんなめちゃめちゃ違いがわからないというか、まあ、確かにソールがね、薄くなってるんで、ダイレクト感は上がったかなという感じはしますけど、まあ、僕がまず感じたのは、歩きやすさ、めちゃめちゃいい。やっぱ軽いです。やっぱ 100g ね、やっぱでかいですね。もうね、常にこうペダリングで回ってる部分だし、で、歩くときはね、こうやって持ち上げて歩く部分なんで、これがね、左右で 200g 違うっていうのはね、かなりアドバンテージかなと思いました。まあ、とりあえずはね、もう長年、2年間使ってますけど、まあ、ライダンスで、下ると思います。はい、じゃあね、とりあえず1本目、ライダンスを、履いて下ります。はい、2本目上がってきましたけど、西日がすごいですね。靴をね、履き替えました。はい。ジローのラッチトレイルですね。で、まあ、僕さっきね、1本目下る前に、ラッチと、ライダンスはそんなにね、乗った感じは違いがね、わからないって言いましたけど、嘘でしたね。吐いた瞬間、吐いて、足をね、こう曲げたね、瞬間にまずこう、柔らかさ、ソフトな感じ、あとフィット感の良さ、全然違いますね。あと、ちょっと大げさですけど、ペダルのピンの位置が、ちょっとわかりますね。ライダンスだったら、ペダルのね、ピンの位置は全然わからなくて、まあ、どこを踏んでもね、そんな大きくは変化なかったんですけど、ラッチに関してはね、ちょっとピンのね、場所が分かります。だピンの場所が分かるんで、ペダルを踏んでる場所がなんとなく分かるんですね。だからこれはすごいいいですね。今ちょっとね、こうやって足踏みしてますけど、もうめちゃめちゃ柔らかくて、歩きやすくて。まあ、踏んだ感じはね、ライダンスも、ラッチも大きくは変わらないって言いましたけど、ちょっとね、上りでいろいろこう足を動かしたりして、試しましたけど、まあ、ライダンスの方が、まあ、ビブラムソールで、すごい細かいね、連続的なパターンで、足をね、ずらすときに、まあ、すごいこう、細かいノッチでずらせるんですね。だから、その、力入れて、その足がこう、ずらせる量がね、予測しやすいんですけど、ラッチに関しては、パターンがね、すごくでかくて、で、不規則に配置されてるんで、で、プラス、ソールがね、かなり以前よりもスティッキーになってるんで、動かそうと思っても、ちょっとやっぱり食いつきがいいんで動きにくい。で、さらにこう力入れると、ガッとこう、ずれちゃうというか、動く量が多いというか、その、ずらすときの、その、ずらし量が予測がちょっとしにくいですね。はい。まあ、そういう意味では、ライダースの方が、ソールとしては、優秀なのかもしれないですけど、まあ、これはもうほぼね、好みの問題と、慣れの問題っていう感じになってきますね。ただまあ、歩きやすさと軽さ、あと足裏のペダルの感じやすさっていうのが圧倒的にやっぱラッチなんで、現時点ではね、僕ラッチの方が圧倒的に好きですね。じゃあちょっとね、2本目下ろうと思います。はい、じゃあね、2本目行きます。2本目はね、シューズはラッチに、変わってます。はい、こんな感じですね。
はい、今日はね、ジローの新しいシューズ、ラッチトレイルと、前作ライダンスをね、2回、使い分けて、テストしましたけど、まあ正直ね、使ってみてあまりね、使い勝手はライダンスとラッチトレイルは同じかなと思ってましたけど、まあ、2本続けてね、使うと全然ね、違うっていうの分かりました。でやっぱね、まあ、新しいシューズなんで当然ですけど、まあ、こっちのラッチの方が重量が軽いとか、ペダル軸に近いとか、まあ、見た目がかっこいいとか、こういうね、シューレースをここに挟むエンパイアみたいな機能があったりとか、まあ、あらゆる部分でね、新作ラッチの方が優秀というか、買ってると思うんですけど、まあ、2点ばかりね、ライダンスの方がいいなと思ったのが、まず、まあ、フラペの上で、まあ、シューズをね、動かしやすい。ビブラムソールがね、連続的な細かいパターンなんで、ずらすときもね、その細かい感じで微調整ができるんですね。で、ラッチはね、こういうね、かなりこう不規則な、ね、パターンになってるんで、でプラスね、スティッキーなソールに変わってるんで、こう動かすときに、まあ、思った以上にこう動いちゃうとか動かないとかいう風な、あんまり再現性がないというかね、微調整がやっぱ若干しにくいのかなと思いました。まあ、ただそれはね、まあ、慣れで多分ね、カバーできる範囲です。で、あと、これね、今下ってきて思ったんですけど、集中してちゃんと下ると、ちょっと足の裏がね、疲労するというか、これね、前アメリカで、バンズのね、ワッフルソール、あれ、エラかな。で、パンプトラックを走った時の疲れに近いんですけど、やっぱりね、ソールがね、ソフトで柔らかい分、やっぱりサポート性というか、がなくて、ちょっとこうなんか、足裏のね、細かい筋肉にやっぱ負担がかかって、なんか疲れる感じがね、すごいしました。まあでもこれをね、使っているうちに多分慣れていく部分だと思うんで、まあ僕はね、そんなネガティブな印象は持ってません。はい。というわけでね、ほとんど、まあ当たり前ですけどね、新しいラッチの方が、優れている部分が多かったんですけど、まあ、もし皆さんもね、もしライダンスとか古いシューズとかね、違うブランドのシューズ、使っている方もしおられたら、ぜひね、ラッチトレイル試してください。多分ね、ちょっと前に多分ダイテックさんに限定入荷したばっかりなんで、まだ在庫あると思うんで、よければね、ぜひお近くの取扱店へお問い合わせください。今日はね、ジローのラッチトレイルとライダンスの、実装比較でした。今日の動画が良ければぜひいいね、チャンネル登録もぜひお願いします。それでは次回まで。テイ。